なんだよこれ。めちゃめちゃいいっすよ。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうのはなかなかないなと思って、はい、どうも、しょうゆ TV です。はい、本日はですね、こちら暗闇なんですけども、屋根のあるところに来てます。で、今回は僕ね、モンタナスポーツによく行くんですけども、そこでね、先日すごいなんかグローブをめちゃめちゃ持ってる少年が、僕のグローブを紹介してくれ、紹介してくれ。すごく言ってて、まあいいよ、じゃあ今度ねって言って話をして、で、本日ね、来ています。で、なんかすごいね、なんか、巷で有名なね、メーカーとかが紹介したいらしいんで、来ていただきましょう。どうぞ。こんにちは。車椅子ソフトボールチーム八王子レグスタリティの江頭と申します。何？車椅子何？車椅子車椅子ソフトボールです。車椅子ソフトボールの、はい、八王子レクスタリティと言います。レクスタリティという、はい、車椅子ソフトボールチームの代表をしております、江頭と申します。江頭くん、よろしくお願いします。どうぞ。いや、野球やってて。そうですね。で、今大学で車椅子ソフトをやってるってことで、はい、まあその、まあグローブね、持ってるってことで、はい、めちゃめちゃ持ってますね。どうしても紹介してくれっていうか、ちょっとで、俺もさ、実際見てなんじゃこりゃと思ったんで、今回ちょっと一個ずつ紹介してもらおうと思います。はい。で、今回は何個持ってきたんですか？今日は、今のところ3つ。3つ。はい。じゃあ3つ、じゃあ今日は1個ずつじゃ紹介してもらいましょう。はい、わかりました。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあこれ1つ目ですね。てっぺんの軟式限定の。軟式限定。はい、黄色いグローブって多分てっぺんって見たことない方の方が多いと思うんですけど、これ軟式用のグローブです。一応革自体は片番はてっぺんの RM6 型っていう開くタイプで当て取りもできるっていうモデルなんですけど、東京のお店で取扱店舗さんで購入させてもらったんですけど、野球工房ナインさんです。はいはいはい、野球工房、俺も一回行ったことあります。あ、そうです。野球工房ナインさんで購入させていただいて。なるほど。僕その軟式野球始めた時に、内野も意外にこの見た目なんですけど内野やるんですけど、その時に結構大きめのグローブすごい探してて、いろんなメーカー使ってきたんですけど、ここまで開くグローブっていうのはなかなかないなと思って、紹介させていただきたいなと思って、ちょっと翔平さんにお願いしたんですけど。なるほど。これお値段はいくらですか？3万5000円とか。ああ、なるほど、3万5000円、はい、これ軟式ちょっと高いぐらいですか？ちょっと高いぐらいですけど、革質はやっぱりてっぺんレザーではないんですけど、ちょっとしっとりしてるような感覚ですね。てっぺんの赤いやつとはちょっとまた皮は違いますけど。なるほど。物はめちゃめちゃいいです。いいね。ちょっと補給面いいですか？補給面、はい、はい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 。なるほどね。そういう感じですね。土手紐も抜いてるんで結構柔らかめに、結構自由自在に動かせるように。すごい。はい、してます。はい、じゃあお次お願いします。はい、これですね。幻って言われてるんですけど、実はこのてっぺんのピッチャー用のグローブって型番ないんですよ、実は。そうなの。はい、てっぺんさんが2020年から、ピッチャー用の型番も2つ作ったんですけど、それとはまた別の型番で、一切型番が不明なグローブです。へー。不明って言ってなんでこれ作ったってよく言われるんですけど、はじめさん、てっぺんのはじめさんにピッチャー用作りたいって言ったら、じゃあこれでいこうっていう話になって、で、これ自体は結構割とコンパクトめ、ちっちゃめ。確かにちっちゃめです。で、僕こうひねり取りでこう、なるほどなるほど、使うんで、うん、割とこうコンパクトがもともと好きだったのと、あとピッチャー用にしてはここの窓が広くて。確かに広いよね、これ異常に広くて、これ屈折でもしやすくて。これ設計ミスかと思った。ここが、いや設計ミスじゃないですよ。違う、これいつもピッチャーでこの辺じゃないですか。そう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 、隠れてるのって。ただこれ結構広いんで、逆にちょっと浅めにするとこういう風な握りやすくなる、力入れやすくなるのはこのグローブの特徴かなと。なるほど。思ってます。すごい。はい、ちょうど20歳になるときに。今何歳？今いや21です。何年前？2年じゃないですか。2年前、2年ぐらい前ですけど、はい、そのてっぺんに変わって内野特化型になるギリギリ前で購入させていただいて、このピッチャー用っていうのがその当時1個もなかった時だったらしくて。なるほど。てっぺんが唯一その内野特化型になる前にできたピッチャーがこれ唯一らしいです。へー。話を聞く感じ。お値段はいくらぐらいですか？これは普通に4万9500円プラス税で、公式用ですか？公式用です。あ、公式用で、刺繍とかめちゃめちゃ入ってるんで、これは6万3000ぐらい。やばでしたね。大学生で6万のグローブ買っちゃう。買いましたね。すごいね。じゃあ次お願いします。はい、最後これです。なんだよこれ。これモンタナさんなんですけど、はいはい、ヒョウ柄です。知ってます、見りゃ分かります。これ一応豚側らしいです。ここのヒョウ柄、ヒョウ側ではないんですけどね。
豚側にヒョウ柄のペイントをしたグローブだそうです。あのてっぺんレザーでもあの本当にツヤがあるようにもう今多分見てわかると思うんですけど、ツヤツヤなんですよ、めちゃめちゃ。確かに。でこれも型番 RM6 型すげえ。でヒョウ柄のこの豚側のところはどう手入れをしたらいいかわからないです。そうなんだ、すごい。豚側なの、これ豚側だそうです。でこれあのここにリミテッドオーダーっていう刻印が入ってるんですけど、はい、これが一応限定品の証らしいです。なるほど。今年からてっぺんのその限定モデルはこういうリミテッドオーダーと入ることが決まったっていうこと、この前動画で言ってたんですけど。なるほど、はい、っていう感じで、はい、東原くんのグローブを紹介と、はい、で次回ですね、あのその車椅子ソフトボールについてちょっと軽く聞いていきたいなと思うんで、はい、次回の動画でお聞きしたいと思います。よろしくお願いします、はいはい、というわけで今ご紹介してもらいましたけど、やっぱグローブマニアじゃないですか。はい、なんかアスカさんのなんか YouTube でこのグローブどうですかみたいな、ちょっとこうなんかやりましたね。はじめさんのもやりました、ね、これはこうですねみたいな言ったみたいなやりましたね。で翔平 TV といえばやっぱ現代モデルのグローブ、あ、はい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 、モニターにこうずっと置いてあります、はい、それももう多分100人以上はこうにぎにぎしてるんですよね、はい、でそれで形変わっちゃったんですけど、はい、いい感じの型になったんですよ。ほうほうほう。ちょこれ見てほしくて、はい、ちょっと手入れてもらって、はい、型どうですか。あ、もうザ・ナイヤじゃないですか。そう超ナイヤですね。最初ピッチャーで使ってたんですよ。え、色こういう風に、こういう風に、はい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 、オープン大会行けるんですよ、草野球の。あ、なるほど、はいはい、そう、それで使ったんですよね、はいはいはい、ピッチャー用って勝手に思ってて、はいはい、そしたらだんだんこう、いや、ゲンダモデルですねみたいな、はい、で、ゲンダモデルが初めて出た時があったから、あ、1年目の時ゲンダを知らないわけよ、みんなは。あ、俺がゲンダを知らん、あ、かっこいいピッチャー用だなと思って、はい、ちょっと重いけど、まあいいかみたいな。そしたらみんな現代モデルって今すげえ売れてんじゃん。はい、どうすか。あの内野じゃないですか、これも。内野とだから結構開くなっていうのがまず第一印象っていうのと、ここあれですよ、僕 あの完全に個人的なやつですけど、ここもうちょい開くとこっちがこう開くと思うんですよ。あ、すると閉じたんですよ俺。あ、閉じたんですか。クソ開いてたんですよ。あ、そうなんですね。気づいたらクソ開いてて閉じたんですか。閉じた開く方が内野の取りやすくないですか。でそうなんですか。いや、ピッチャーなんだ。あ、そうそうそう、ピッチャーで使うらしいですよ。そうそうそう、っていうのが、はい、はい、でもこれいいっすね。いいっすか。やっぱ Z の革って違います。そう、これこの形とかこの色にする人って大体ここ見はもうオーダーなんですよ。あー、これオーダーって書いてないんですよ。既製品ですか。そう。あ、超レアらしいんで。はい、次こちら、はい、これはねめちゃめちゃいいっていう、みんな。おー、ちょっとこう重りあるんだけど、ちょっと持ってみて。あ、ほんとだ、重りついてる。そう、これどうすか。あーセカンドで使いたい。これやばくない。セカンドで使いたい。これやばいんで。これモントラさんにありましたよね、一時。一時あった。これめっちゃいいっすね。これは俺が一番なんか内野守備の撮影とかの時に使うグローブなんですけど、はい、ハイゴールド。ハイゴールドです。ちゃんと逆巻きにして抜いてるんですよ、肝も。いや、これは元々です。あ、元々ですか。これ千葉の前原スポーツさんで購入したんですけど、やっぱ抜いてある方が、あのさっきのヒョウ柄は抜いてないんですけど、こう抜いてある方がやっぱり柔らかく使えるってとかすごいなと思いますね。そうなんですね。はい、わかりました。っていうことはいいグローブってことですよね。いや、めちゃめちゃいいっすよ。 ありがとうございます。はい、というわけで今回こちらのグローブをね紹介してもらって、僕のついでにこうね鑑定してもらいました僕がいいグローブかどうかって鑑定してもらいました。はい、八王子レクスタリティの、YouTube のリンク。 あ、ありがとうございます。ありますよね。あります、ありますよね。チェックとフォローお願いします返すか分かんないけど、はい、はい、というわけでチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。